ユキ、今時間ある？どうしたの？お姉ちゃんから LINE って珍しいね。今話せる？風邪ひいて喉痛いから LINE でもいい？いいよ。どうしたの？とりあえず風邪大丈夫？熱はないから大丈夫かな。そっか、お母さんがたまには実家に帰ってこいって。気が向いたら帰るって言っといて。わかった。話ってそれ？違う違う、こっからが本番なんだけど。何？どうした？この人知ってる？この人がどうかしたの？知ってる？知ってるよ。お姉ちゃんなんでこの人知ってるの？この人と何かあった？詳しく教えてほしい。大事なことだから。分かった。出会い系で知り合って何回か食事に行っただけだよ。他に何かされたとかない？告白された。なんて言われたの？そんなことまで話すの？お願い、大事なことだから。好きになっちゃったから付き合いたいって。そっか。なんで？この人どうしたの？危ない人？超危険人物だから。マジ？何したのこの人？私の彼氏。お姉ちゃんの？そう、この人1年くらい彼女いないって言ってたよ。付き合って1年になりますけど。こいつクズだね。何もされてない？いろいろ誘われたりしたけど何もしてないから大丈夫。ユキが何もされてなくてよかった。お姉ちゃんどうするのこいつ？別れるよ。だよね、ありえないほどクズだもん。本当に妹に手出すとかありえない。そいつ私のことお姉ちゃんの妹って知ってるの？多分知らないと思う。妹がいるのは知ってるけど。なんだ。てかなんで私とそいつが会ってるって気づいたの？友達が見かけたって、2人でご飯食べてるとこ。そうなんだ。なんかごめんね、迷惑かけちゃって。お姉ちゃんが謝ることじゃないでしょ。悪いのはあのクズなんだから。本当にクズだった。普通に別れても面白くなくない？どういうこと？懲らしめたくない？確かにやっちゃおうよ。だね。まずこいつの悪行を広めたくない？どうやって？私が告白の返事したいからって呼び出すじゃない？それからどうするの？そこの場所に友達にも来てもらっとくの、たくさん。それで告白の返事すると見せかけてお姉ちゃん登場。なるほど。友達みんなにムービー撮ってもらってグループ LINE に拡散してもらおう。面白そう。こんなクズに友達が騙されたら嫌だもん。私もそう思う。じゃあとりま友達に声かけとくね。ゆきありがとね。なんの、まだまだこれからだから。だね。見てろよクズ男。